はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画証明シリーズ、新しいシリーズなんですが、それの第1弾をやっていきます。まあ、名前の通り証明です。なので、いろんな問題集とか模試とか、まあ、受験の過去問とかね、出てくる問題を使って、まあ、証明の問題やっていきます。で、今回この問題なので、まあ、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しそうな方は今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあいつも通りね、ちょっと画面を下げて解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ下げますよ。ちょっとね、画面変わりますけど待ってね。よいしょ、はっ、ああ、この感じいいかな。よし。で、証明問題、まあ、前からねリクエストがあったとこではあるんですけど、こう問題によってすごく難易度が変わります。まあ基本的に難しい方が多いっちゃ多いんですけど、で、今回の証明はやや簡単です。これ本当に模試で出た問題なんですけど、ですがまあ、その時によって難しいとか、ちょっとね、表現はしようと思うんですけど、ひとまず今回これやっていきます。で、まず情報書き込んでいきますか。四角形 ABCD、ここですね。まあこれがあって、こいつが AD と BC が平行。つまり、こことここが平行ですね。で、AD より BC の方が長い台形になってると。まあ台形、下の方が長いよっていう。まあ台形になってますよね。で、CD の中点を E。だから、ここ中点なんで、こことここの長さは同じです。で、BC の延長、下の延長と AE の延長、ぶつかったとこ F は書き込んでるからいいね。で、頂点 B から、こっから CD に平行な線を引くと。つまり、ちょっとややこしいですけどね、この CD と BG は平行になってます。で、 EA との延長との交点を G とすると。で、その時に AE イコール FE、ここですね、こことここを、長さが同じなんで、まあ、合同を使って証明していこうという形です。で、まあ、この問題の簡単な理由は、AE イコール FE を証明しろって言われたら、まあ、もうこの三角形使うよねってのが分かりやすい。つまり、こことここね。で、次の角度の問題でこっちの図を使いたいので、こっちにピックアップしちゃいますね。黒で書くか。さあ、黒、あった。ざっくりでごめんよ。中点だから、ごめん、ざっくりすぎて申し訳ないけど。AD、E、下がちっちゃくなったね。もうちょっと伸ばすか、さすがに。もうちょっと。C と F。今ここを取り出しただけね。で、その証明をしていきたいと。で、合同の証明なので、まあ、直角三角形ってなってないから、アイテムが3つ欲しいの。同じっていうもの。辺と角度がね。で、今もともと、中点。って言ってくれてるから、ここが一つのアイテム使えるよね。これも過程よりで言うことができる、書いてあるからさ。で、次どこかっていうと、まずここ、これも対頂角だからさ、反対側なんでね、まあ、使うことができるだろうと。で、2個揃ったんで、じゃああとここの辺の長さが同じになれば、2組の辺とその間の角が使えるなって考えます。でもAE と FE っていうのは結論で言いたいことなので、それを使えるわけがないと、今。じゃあ、そっち行けないんだったら、こっち行けねえかなって考えるんです。そうすれば、今度、一組の辺と、その両端の角が使うことができると。じゃあ、ここどうにかなんねえかなって考えたときに、今、平行って書いてくれてる。で、ここも平行だけど、こっちも伸ばしてるから、当然ここも平行だよね。こっから曲げてるわけじゃないから、伸ばしてるだけなんでね。平行ってきたら、まあ、ほぼほぼ、錯角、もしくは同位角、まあ、ほぼ錯角ですけど、を使うなと。で、錯角の Z ってよく自分言いますけど、ここに Z があります、こう。こうやってね、Z。で、こうなってる Z の間のところは錯角なので、ここ同じなんだよね。錯角を使えば。まあ、Z 書いちゃいますか。こういう感じです。逆 Z もよく使いますけど、自分は。ってことは、過程、対頂角、錯角の3つのアイテムを使うことで3つアイテムが揃ったと。で、それを揃えてしまえば、1組の辺とその両端の角が発動できるから、よし、あとは角だけだっていう感じ。
いきなり書き始めるよりもちゃんとそのなんだ道筋というか流れを決めてしまう自分の中で、じゃないとわざわざ書き出してって、ああわかんなんだなんだってなったら時間もったいないんで、証明問題っていうのはね、書くときは。で、あとは書いていこうということで、まず三角形、こことここで行きたいから、AED か。一番。この辺から始まるかな。あ、OK だね。じゃあ行きますよ。三角形、AED と、この順番だから FEC か。で、なんか表現の仕方とかは、その学校の先生とか塾の先生と違うと思うんですよ。なんで、ちょっと表現違ったりしてもあんま気にしなくていいです。流れが合ってれば。ただ、例えばこのスタートの時に、ここに合同マークを書いてしまうとか。三角形 AED、合同を三角形って書いたら確実にバスを食らいます。そういうところはちょっと押さえてほしいんですけど。はい、まず宣言しました。この三角形でやっていくよって。じゃあ順番何でもいいんですけど、仮定からいきましょうか。で、仮定より、仮定は辺なので、DE と CE か。DE イコール CE と。これがまず1番ですね。で、次が、どっち行こうかな。対中角行こうか。順番なんでね。じゃあ AED。ちょっとね、書くことが多いんで、間延びしてごめんよ。対中角より、書く、AED イコール、ここね。AED イコール、順番合わせたいんで、FEC にしましょうか。書く FEC。これ2番ですね。で、最後、錯覚なんですけど、これは錯覚よりでもおそらく大丈夫かとは思います。思うんですが、今回、こっちにも平行があるのね。だから、この平行の錯覚をちゃんと考えてますよってアピールするために、AD と CF が平行。まあね、もともと伸ばしたもんってあるからね、そう書いちゃっていいと思うんですけど、AD 平行、CF の、錯覚より、ADE か、上。各、ADE、ここね。AD イコール FCE。よいしょ。こうなります。で、3つアイテム揃ったので、1、2、3。より、一首の辺と その両端の角が それぞれ等しいので等しいので合同ここでやっと言えると、三角形 AED 合同三角形 FEC と。で、今回これが結論じゃないんで、ここでストップしたように気をつけてください。この後言いたかったのは AE と FE だよね。を言いたいので、対応する辺より、まあ、この三角形2つが合同って言えたら当然ここも合同だと同じ長さになりますよね。で、まあ重なる辺のとこなので、そういうのを対応する辺よりって書き方をしてください。辺より AE イコール FE となって、これで終了となります。なので、まあ実際模試の問題持ってきてるんですが、結構オーソドックスな、まあ、証明になります。ここに関してはね、いいかな。まあ、ちなみにこの問題ですね、受験対策動画、図形シリーズで使ったものと同じなんですよ。同じね、型と図形使ってるんですけど。じゃあ、2番いきましょう。で、この角度の問題も、私ここはまだやりやすいです。簡単な問題なんですが、角 DAE が42度。ここですね。ここが42。で、書いてないんですけど、これ書いた瞬間に、さっき言ったように平行あるじゃないですか。これも錯覚の逆 Z で、
こうかけるからここも42になります。気づいたものはどんどん変えちゃうといいです。角度に関してはね。で、FEC が37。FEC だからここか。37度。だから対頂角のここも同じく37度になります。で、その時に CBG ですね。ここ。ここがわからないといった感じです。で、まあヒントがあっちしかないのでこっちに持っていきたいんですが、さあどうするっていう形なんですよ。で、まあ、大事なのはここに平行なんだよね。ここ CD と GB が、まあ、平行だったら使うしかないと。でさっきも言ったように平行っていうのは同位角もしくは錯覚で使うことができる。で今ちょっと横になってるとね、普段平行ってこうよ、横の線になってることが多いんだけど今こうなってるから見にくいかもしれないんですけど、ここの角度と、いいな、色変えた、いいか、いや変えよう見やすればいいね。今求めたいここですね。ここの角度とここの角度が同じです。なぜなら同位角だから。ここはいいかい、こう線が引いてあって、例えば、まあ、ちょっと右上とか表現よくしますけど、こう伸ばした時に右上ですよね。右上、左上、左下、右下で考えたら右上になる。でこっちも同じ右上同士なので同じです。同位角だからってことに気づいてしまえば、もうこの三角形の中37と42分かってるので、じゃあ180から引けば終わりだよねという感じでございます。なので2番、180から42と37をちょっとつけようか、足せばいいと。でこれが79なので答え101度、これで終了となります。でこの証明シリーズ、まあ、今回ねスタートしましたけども、ちょっとやりやすい問題よりも難しい問題の方が多めになると思います。一応ね、いろんなレベルのものを入れようとは思ってるんですけど、次回も丸に問題用意してあって、ちょっと難しいです次回とかは。まあ、いろいろ最初に冒頭にちょっと言おうと思うんですけど、動画の最初にね、今回ちょっと難しいよとか。でこれも、地域によって変わるんですが、証明1問ボーンって出るだけの時もあれば、証明の後に角度を求めるとか、どっかの面積求めるとかっていうのがこう付属するパターンも結構あるんですね。でもちろんそれは板書にかける量に限りがあるので、できない時はね証明1問ボーンになっちゃうかもしれないんですが、こういう感じでその証明した後に1問つけるよみたいなこともね、ちょっと多くしようかなとは思っておりますので、どれぐらい更新できるかわからないんですが、もしよかったらこのシリーズもね使ってみてください。では今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。